さあ引き続きやっていきましょう。作戦は変わらず、まあ適当にニャンニャンしとけばいいです。そう、パージ連発しとけばいいね。それだけでケギチはがっぽりもらえるんだからね。おお、おかわりきた。ではでは連射、この距離なら全く無害、怖くもねえぞ。よしよし、まあ1ターン2体ずつ潰していけばペース的には余裕ですね。オッケー、上がったな。よし、これで最大火力になりましたね。化石親父にダメージ通るようになったかよ。なりましたね。5ダメージなら稼ぐことができる。私がお守りすべき王子とこのように相対することになろうとは。うん、とんでもない。王子と戦うつもりはありません。私にできるのはただこうしてここに立っていることだけ。王子のおそばに仕えさせていただき、この豪と幸せでございました。ひでえこと言うよ。まあワンパンできちまうのがもうなんか悲しいよな。なのでクルトナーガは本当このマップにおいては無敵の強さを誇りますね。これが王子なのです。まだ伸びる。技が本当伸びねえのが欲しいよな。こんなに伸びないっけ。まあ大器晩成補正乗せてこの状態なんで、ちょっとこれ以上はどうしようもないんですがね。倒しちまったぜ。仕方ねえよ、たまにはね。速さ、よし、これでレクスオーラが使える。残り守備と力、拠点でレベルアップすれば絶対的にいけるんだが。ウィスウィス、残念ながらもう一つぐらいレベル上げたかったけど届きそうもないね。問題は経験値の量だけになってきましたが、よし、あとは1、2と化身してないゴルド兵倒しても旨味成分は皆無なんだよね。よし、まあでもお掃除はお掃除でちゃんとしましょう。そういえば化身してない時はあれだ、特攻乗らないんじゃない。それでも死んでしまう。確実に行きましょう。ゴルドア兵はもともとが種族的にはおそらくそんなに数はいないでしょうから、増援もそんなにモリモリは来ない感じですね。ついにワンパンですぜ。さーて、では戦闘する人たちをそろそろ集めていきますか。お、来たね。待ってたよ。化身しておいた方がいいです。何かのスイッチは踏んだっぽいんだがな。さあ、アイテムを使って再び化身している。ワンパン、移動が伸びたぜ。
強くなったもんだな。ただちょっと経験値の入りがもうしょっぱすぎる。よし、これさ、王様にポツって殴ったらどれぐらい入るんだろうね。そこ気になった。どうかお考え直して。くどい。お、時代の竜林を率いる者よ、そなたの力を私に示すがよい。うわ、すげえ経験値もらえるじゃん。なんだよ、他のやつは倒さなくてよかったじゃん。一生ハゲ殴った方が強えぜこれ。殴れ殴れ殴れ。よし、この方がいいよ絶対。そう、女神の加護ってのはもともと見切りとセットになっておりまして、だからこれ竜特攻乗ってないってのはそういうことですね。やっぱハゲはすげえぜ。まあ技が伸びないですこと。まあ見ての通りの始末なので、ワンターンに30ダメージずつ与えるとかゴリッとやっていかないと永遠に終わらんわけですよ。13から19だから1回につき4ターンこれ繰り返せばレベルはどんどん上がっていくね。技がもうちょっとあったら命中 100% で何の心配もないんだが、ちょくちょく外しそうね。さあ、圧倒的ステータスの暴力のこの親父に頑張って対抗して、まあせっかくここまでやったから最強状態にしておきたいよね。にしても体力100ってすごいいいよね。圧倒的強者って感じがして私は好きだぜ。いつぞやった稼ぎ作業だ。もともとここをリュシオンで40にしていたおかげで多少はなんか心的にこうゆとりを持ってできる。レベル15とかでここに連れてくるとワンパンだろうからちょっとだけヒヤヒヤしながらやることになる。さあ力と技よ。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。ダメか。でも拠点の経験値はもうないからね、ここで上げるしかないのよクルトナーガ君。ここで頑張るしかないんだ。難易度ノーマルだったら全キャラ最強みたいなことできるんですけどね。やはりマニアックでは難しいか。さあ長い長いボス地区の旅というかあれだね、こんだけ経験値もらえるんだったらこれまでのマップで何もしなくてよかったかもって思ったけど、さすがにこのデギンハンザーに通すだけぐらいは経験値取っとかないとダメなんだな。意外とここにたどり着くまでのハードルは高いのかもしれない。さあ次のターンでレベルアップだ。これ速さもまだまだ伸びるんだよな。スカスカなんすよ。だから残り5回頑張って伸びてくれ。ついてるよな待機バウンス。ついてるついてる。お願いします。3品力技速さ、まあ悪かないんだけど、悪かないんだけど、本当悪かないって感じなんだよな。よろしくお願いします。まだまだいけるよな。ちょっと経験値の量減ってない？これリジェネがあるからやっぱワンターンにこのリュシオンの踊りとターンすごいのどっちが早いんだろうなって。まあのんびりしましょうよ。動画としてやる FE はこれが最初で最後なわけでね、1回目でやれるだけやるのさ。
今までのトパックのレベリングとかも全部そうだっただろう。今さらその振り上げた拳を下ろす必要はないぞ。そう、拳は振り上げ続ける場合だ。そう、殴り続けろ。まだまだ伸びるはずですからね。特に技と力と、力が欲しいな、力。親子になろうぜ、ちゃんとステータス的にも親子。うーん、伸びてるんだけども、もうこれもしかしてさ、半化身だからカンストしてないように見えるだけとかいうオチじゃねえだろうな。まあ、一回それやったら解除できないんで曲げ切ってしまおうか。なんか随分とへたれまくってる気がする。まだ13増えてる。13増えてるということは1ターンで26稼げる。4ターンで1レベルだ。効率が良すぎる。どんどんいけー。まだまだ。この次のターンで化身が解除されますので、一旦ステータス見てみようか。かなり待機晩成で、やっぱそうだよな。なんか物足りない的な扱いされてるけど、やっぱ半化身が原因かよ。そう考えたらこの子めちゃくちゃ強いじゃん。今話が変わってきた。そら伸びんわ。大器晩成なのになって、そら伸びんよ。でもラグズのステータスって面白いよね。こうして見るとめちゃくちゃ弱く見えるよな。さあ最終的な完成形がなんかすごい楽しみな感じになったんで一安心。申し訳ないね、この辺の知識はちょっと私も記憶が曖昧だったようだ。ラグズであろうと大器晩成をつければしっかり最強状態になれるということですね。レベルアップ。技、そっちじゃねえけど、まあそっちじゃねえんだけどな。12になってきたか。量が減ってきましたね、さすがに。その1の経験値を起こせ。お父さんもうちょっと待ってね。もうじき終わるからよ。楽にしてやるからよ。これある意味デギンハンザーで積まないようにしてるとも言えるのかな。まあそこまで考えてなさそうだが、考えてないというか配慮してなさそうだが。でも見切りとかメンバーによってはマジで積みかねんか。でもここに来るまでにクルトナーが脱落はあり得るわけでね。楽しい。最後には化身しますからね。その時のステータスをお楽しみに。今レベルいくつよ。あー、あと2だ。もうちょっとじゃん。ここまで来たらもう完走しようさ。よし、カモン。よし、とてもいい感じに仕上がったんじゃないか。なんだかんだリュシオンが持ってる宝珠を使って、あ、今ウルキか。まあ一旦徒歩で帰ればいいよ。11。これもしかしてすでに全部乾燥してたりしてな。それだったらもう殴る必要なくなるんだよね。さすがに大丈夫だと思うが、速さが1足りないと思う。
危ない？技が足りてねえ。速さ足りてるか。あとはやっぱ技か。もうちょい伸びたみたいだね、技は。では半化身して失礼。もうちょっとです。もう少しお付き合いください。もう15分になるんだね。避けられた。めっちゃ避けるな、ここに来て。勘弁してくれ。あと2ターンかかるようになっちまった。まるまる1ターン分稼がれたね。もしかしてさ、クルトナーガだけで勝てねえかな。さすがに無理か。ではよし、終わった。リュシオン君に宝珠渡す準備しましょうか。よし、ウルキ君が持ってるから化身交換。よし、レベルアップ、ラスト。技は上がらなかったけど、それ以外はまあまあじゃないかな。では準備しようか。攻め込む。来るよ、デギンハンザーの奥義が。この波動を耐えてみせよ。そう、まさかの範囲攻撃持ち。いてえ。これに巻き込まれるという意味でダメージは受けます。さてと、ティバーン、見ての通り結構いい勝負ですね。カイネギス、いい勝負。むしろこっちの方が強えぜ。そしてアイク、さすがにアイクではダメージが足りんな。ではでは、パーシ、そなた印を持つ者か、ご存知なのですか。わしはあまりに長く生きた、長すぎるほどに。だが時期に全て終わりを迎えよう。サナキとも会話はあるかな。おお、ちょっと通るね。おお、赤子同然。それでも向かってくるの。無論じゃ。そなたが大陸最強の黒竜でも恐れはせぬぞ。心なしか嬉しそうだよね。さて、行こうぜ行こうぜ。定めには抗える。滅びを前に死に急ぐか。なんだかんだダメージ入ってんだぜ。というか今やっても意味なかったな。化身交換、どうぞ宝珠。では解除、持ち物化身の宝珠。ステータスこうなりました。わお、これナーシルとか殴ってこねえよな。つうか指揮レベルやべえな。ではここで待機しておきましょうか。まだ攻め込まないぞ。よし、どうぞ。この回復よな。すみませんした。だが女神の裁きは受け入れられぬ。我が民を救わねばならぬ。ある意味この対決が見たかったから連れてきたようなもんだぜ。
そう、カメラワークがすごい独特なんですよね。え？ちょっ、お前攻めてくんのか。責任取らねえぞ俺。責任取らねえぞ。死ぬなよ。ああよかった、飼い猫さん、空気読める人でよかったよ。あなたがヒヤヒヤしたわ。ちょ、え、大丈夫？おいおいおい、やべえよ。うえ、カイネギスが死ぬ？いやー、ヒヤヒヤしましたね、カイネギスさん。ここまで追い詰められるとは、お見事。ちなみにウルキだとどうなの？ウルキでも回避できないのか。とんでもねえ命中してんな。命中270、237、凄まじいね。さてでは一応ミストちゃんでリブロかけてあげよう。これでもうこのターン落ちないでしょ。ではクルトナーガ王子強い。普通に削り切れそうですね。まさかあんたとやり合う日が来るとはな。人生っていうのは読めんもんだ。意外に通用するかもしれんぞ。するんすよね。うん、割と通用するんすよね。さてもう倒しちゃいましょうか。さらばだ。速さ的な都合でクルトナーガはデギンハンザーに対してソロで勝つことはできなかったが、十分強くなったね。いやお前ほんと強えよ。すげえ、カイネギスがこんなに経験値もらえるなんて別格だね。幸運だけ。この私の負けだ。これ式の傷大したものではない。いや、女神ユンのあなたなのか。お懐かしい。これはけじめなのです。うん、ラグズとベオクは二度と同じ過ちは犯さないと。だが結局は守ることができなかった。だから私は何があろうと罰を受け入れるつもりでした。本当に真面目すぎるんだから。 あなたを邪神と偽ったこと、どうかお許し願いたい。ものすごく長い付き合いになるから特別に許してあげる。立つなよ、すっと。すげえな、ゴート。おう、クルトナーガに従え、これは王命。なあ、シル。幸せになってくれ。おう、人の世が終わらず生き延びることができたなら、必ず幸せになってくれ。亡き息子もそれを望んでおる。皆を率いて進め。私はまだ動けぬゆえここにおる。彼らを救わなくても、こうしている間にもレグニオンでは多くのラグズが苦しんでいるのです。すでに取り得る手は打った。警告だけでは何も変わらない。元老院の対応を期待し、100以上もの年数を無駄にしました。行動を起こすべきなのです。竜林族が動けばベグニオンとて完璧に無視するわけには。ゴルドアは他とは関わらぬ。我らが動かば戦いは肥大する。それは女神の眠りを妨げ、世界が滅びへと至る道。女神との制約、
そなたも覚えているだろう。もちろんです。オルティナもソーンも亡くなってしまいました。女神と直接言葉を交わした者はあなたと私だけしか残っていない。ならば、もし女神がお目覚めになりこの世界をご覧になったらどう思われるでしょう。ラクスが家畜のようにベオクに支配されるこの世界を。私は全てを見守るだけだ。霊族とはいえラグズは生きている。ならばこれ以上戦いを広げることは避けねばならない。ほんとクソ真面目というか、なんていうか、まだ頑固じじいだな。見たにこうなる前はラグズがベオクに対し優勢であった時代もあった。残り850年、時が経てばまた立場が揺らぎ移ろうこともあろう。私は動かぬ。最初に国を分けた時から決めていたこと。固くなすぎるね。ベオク一方が滅びを迎えるか、大陸を巻き込むような戦が起きるか、そのような破滅の危機が訪れぬ限りゴルドアが動くことはない。ですが、それでは今虐げられているラグズは、今この時を生きている彼らはどうなるのです。犠牲はやむを得ぬ。どこへ行くのだ。ベグニオンへ。そこで解決の手立てを探します。生来の力を失いしそなたに何ができるというのだ。自らの身を危険にさらすだけではないか。それでも私は行かねばなりません。ほう、そうか友よ。銀の髪の娘はそなたの。それゆえ女神ユンヌは希望はまだあるようだ。妻よ、ラジャイオンよ、今そばに行く。今アムリタさんにも触れたね。王が分かっている。だからこそ進まなくてはいけない。父上から託された誇りを持って女神アスタルテの前に立つ。竜林族の王として、王者。さあ言えましたね。ついにクルトナーガも、ここから先はあれです、常に化身状態でいることができるようになります。次の世代という感じですね。では次回続きます。ありがとうございました。